マカナギー・ウォルダー・パトリック・マカナギーはアメリカ合衆国の外交官。1908年にアラバマ州モンテバロで誕生。1928年にバーミングハム・サザン・カレッジを卒業。1928年から1930年までデューク大学に在籍。在学中はアラバマ州ブランディッジで高校教師を務めた。1930年に 外交官試験に合格し、国務省に入省。1931年から1932年まで、メキシコのタンピコに副領事として駐在。1932年から日本勤務となり、神戸、台北、神戸、大阪、長崎にいずれも副領事として駐在。1941年初頭より、王朝明政権下の北京に二等書記官として駐在。 真珠湾攻撃及びアメリカの対日戦線布告後、日本は、マカナギを、抑留、身柄は、外交官交換により解放された。1942年から1944年まで、ボリビアのラッパスに二等書記官兼領時の身分で、商務官として駐在。続いて1944年から1947年まで、 ブラジルのリオデジャネイロに一等初機関兼領事として駐在。その後、1947年から国防大学で1年を過ごした。1948年より中華民国の上海に領事として駐在、後に総領事に承認。在任中、中国共産党軍の接近により、領事館は戦闘地域に巻き込まれた。上海は1949年5月に、 中共の支配となった。マカナギはその後も中国に泊まり、領事館をアメリカ外交官の全省基地として機能させた。最終的には1950年5月に領事館を閉鎖したが、国務省はマカナギの行動を評価し、アメリカの国益保護に貢献したとして厚労省を授与した。マカナギは、その後、1950年から1952年6月まで、 イギリス領香港で総領事を務めた。1952年6月から1957年5月まで国務省局当局で中国部長。1957年8月から1959年11月まで中ビルマ大使。1959年12月から1961年4月まで中韓国大使。 1961年4月から1961年12月まで国務次官補。1962年3月から1966年5月まで中パキスタン大使。1966年6月から1974年4月まで中中華民国大使。ありがとうございます。